沼田ダム計画。沼田ダム計画とは、一級河川、利根川本流に建設省関東、地方建設局によって計画され、地元である、群馬県沼田市の猛反対によって、白紙撤回された日本最大の多目的ダム系である、高さ125メートルのアーチ式、コンクリートダムとして計画されていた。ダム本体も高さ100メートルを超える大ダムであったが、 沼田ダム計画が巨大と呼ばれるゆえんは除水池の巨大さであった。完成していれば、総貯水容量8億メートルと、日本最大の人造庫が形成される。利根川の地水と赤木山、春名山麓の大規模開拓計画に対する考え、東京都への水道供給、最大130万キロワットの用水発電を目的としたが、地元沼田市をはじめ、群馬県。 群馬県議会の反対により1972年、昭和47年に中止された幻のダム計画である。1947年、昭和22年関東地方を襲った雨台風、カスリーン台風は、利根川水系に、かつて内大水害をもたらした。埼玉県北埼玉郡大利根町、現在の加須市付近で、堤防決壊した利根川の水は、 江戸川堤防を襲う形で南下。現在の沙っ市、久喜市、春日部市等を2メートル以上浸水させ、ついには東京都へ侵入。葛飾区、江戸川区、江東区、墨田区といった下町一帯を水没させ、大きな被害を与えた。この未曾有の被害に対し政府は、旧内務省が1941年、昭和16年に策定した。 トネ川ー海増補計画の大幅修正に迫られた。全国的な水害の頻発が戦後困窮している日本経済に莫大な打撃を与えことから経済安定本部は水害を防ぎ経済への打撃を回避するため諮問機関である地水調査会において新しい地水計画の立案を求めた。これに応じて地水調査会は全国の主要な大河川重水系を対象に 多目的ダムを用いた総合的な治水対策を柱とした河川海底改修計画案を1949年、昭和24年に発表した。これ以降北上川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川などで一斉に多目的ダム計画、建設が進められた。利根川も当然対象となったが、すでに建設省によって、利根川上流部において数地点で、 ダム建設のための予備調査が実施されていた。また、戦争により中断していた五十リダム、小賀川の建設事業も再開されようとしていた。建設省は、利根川の系統的な河川開発を推進するべく1949年に、利根川海底改修計画を策定したが、その中でダムによる洪水調節を本格的に盛り込み、結果利根川水系に7箇所、 絹川流域に二カ所のダムを建設する計画を発表した。これは、堤防補強、新設や、遊水地建設と、並行してトネ川本川と、主要な支流にダムを建設する計画であり、焼沢ダム、藤原ダム、トネ川、相股ダム、赤谷川、その源ダム、片品川、八ッぱダム、あず川、坂原ダム、神奈川、下久保ダムの前身五十入りダム、 小川川、川又ダム、絹川が計画された。そしてその根幹施設として計画されたのが沼田ダムである。さらに1951年、昭和26年の国土総合開発法制定により、利根川水系は利根特定地域総合開発計画の対象地域に指定され、治水のみならず、食料不足解消のための灌溉整備及び、 電力不足に対応するための電力開発が開発目的に加わり、ダム計画も変更を迫られた。沼田ダムは1952年、昭和27年に第三次、吉田内閣によって閣議決定され、建設省関東地方建設局による正式な事業となった。ダム地点に選ばれたのは、利根川が狭い峡谷を形成する、綾戸渓谷付近、 群馬県渋川市赤城町、棚下千崎であり、JR 上越線、棚下トンネルの西側付近であった。計画当初は岩本ダムという名称であったがこれは直上流の沼田市岩本千崎にちなんでいる。建設省は、利根川海底改修計画を行うにあたって、伊勢崎市八戸島地点で、カスリン台封じの洪水に耐えられる治水計画を立てた。この中で、 戦術のダム計画が策定されたが、その組み合わせをどのようにするかで検討が重ねられた。岩本ダム単独で洪水調節を行う A 案、藤原、相又、その現、八波、坂原の5ダムで洪水設を行う B 案、そして6ダムすべてで洪水調節を行う C 案の3案が最終的に候補として上がった。この中で岩本ダムは、 B 案を除いて、利根川洪水調節の中核として考えられていたが、A 案か C 案では規模が異なっていた。A 案の場合だと、包み高は83メートル、早貯水容量2億980万メートルとなり、C 案を選択すると、包み高は75メートル、早貯水容量は1億2、000000メートルなって、両案で規模に大きな差ができる。これは、 岩本ダムだけで、利根川上流部の洪水を一括して調節するか、岩本ダムと各河川のダムを組み合わせて洪水調節をするかの違いであった。最終的には、シーアンとする方向で調整され、規模も校舎で計画されることとなった。こうして、大潮水池を要するダムとなったが、岩本ダム計画では、他のダムと異なる洪水調節方法を採用した。 それは普段は貯水をせず、洪水時にのみ水門を閉じて、洪水を貯水する、洪水調節方式である。現在、マスダ川ダム、マスダ川などで採用されている、穴あきダム方式であり、田中康夫前長野県知事が、脱ダム宣言時に代替案として提唱した、稼働内遊水地と同様の方式であった。この計画をもって年、昭和年月に、 正式な事業として建設省より発表されたが、工述する反対運動や土根川の治水計画が変遷することなどにより、ダム計画は一旦足踏み状態となった。一方、土根川水系をめぐる河川開発は、次第に治水中心から、利水平洋へと開発目的が変わっていきつつあった。戦後の急激な経済発展と首都圏人口の爆発的増加によって、上水道、 工業用水道の水源府による慢性的な水不足に陥ることが多々あった。さらに打ち続く電力不足の解消も大きな課題となっており、新規電源開発も急を要する事態となっていた。こうした中で、利根川流域の関東地方の自治体は、利根川の有効活用を求めるようになった。岩本ダム自体は治水専用であったことから、東京都、埼玉県、千葉県、 茨城県、栃木県、群馬県の徒歩県の知事、県議会は治水の要である岩本ダムと当時尾瀬で計画されていた尾瀬玄ダム計画、ただ川を連携して活用し、首都圏発展に寄与させるように主張。山崎武氏を委員長とする、利根川総合開発議員連盟とも連携して1953年に、一都五県利根川治水促進大会を挙行し、岩本、 尾瀬原料ダムの建設即時遂行を訴えた。こうした声を受け政府は、利根川水系の総合開発の改定に迫られ、シンクタンクである産業計画会議に利根川総合開発計画について検討を依頼した。この産業計画会議の議長は、戦前、福沢桃介と共に、日本の電力事業をリードし、電力の鬼とあだ名された松永安左衛門であった。 この産業計画会議にて、利根川総合開発の根本事業として、岩本ダムが訴状に乗り、ダムの規模を大幅に増強して、首都圏の水需要、電力需要をまかなおうと考えたのである。当時赤城山麓と春名山麓において14000ヘクタールにも及ぶ大改電計画が立案されていたことも、あ、新規の水資源開発が、地元、 群馬県でも叫ばれていた。検討の結果1959年、昭和34年7月29日に投進された案が最終的な沼田ダム計画案となった。この案は産業計画会議第8次レコメンデーション、東京の水は、利根川から引く8億トンを貯水する沼田田を建設せよとして発表された。ダムの規模は高さ125メートルで、 当時の利根川水系では最大規模の高さを有し、日本国内でも屈指の規模となる。形式は本文中に明確に記載されているわけではないが、表紙をはじめとするイラストのすべてがアーチ式、コンクリートダムで描かれており、アーチ式を念頭に置いたものとなっている。そしてダムによって形成される、人造庫は8億メートルの早朝水容量となり、 現在日本最大の総貯水容量を有する徳山ダム、伊比川の6億6、0000 00 00メートルを大幅に量が、淡水面積は2、700ヘクタールと圧死の湖の4倍、日本最大の淡水面積を有する雨流第一ダム、流線の2、373ヘクタールを上回り、日本最大となる。天然の故障を含めれば、日本国内では、 田沢湖の淡水面積を超え、関東地方では、霞ヶ浦、北浦に次ぐ、第三位の規模を有する湖となる。この人造湖により洪水調節、灌溉、上水道、工業用水道の供給そして、水力発電を行う目的とした。洪水調節については、季節の藤原ダム、相股ダム、計画中の焼沢ダム、八ッ場ダム、下久保ダム、 その原ダム及びネイチョンダム、ネイチョンとともに洪水調節を行うが、沼田ダム単体で治水基準点である群馬県伊勢崎市八戸島において毎秒一万七零零零メートルの計画降水流量より、毎秒三零零零メートルを調節、他のダムと合わせると、毎秒六零零零メートルを調節する。考えについては、赤木、春名大改電計画の水源として、 ダムから放流した水を、利根川、東川合流店に建設する関より取水、赤木、春名山陸のみならず、群馬県前橋市、高崎市、埼玉県本庄市、深谷市、熊谷市、谷市埼玉市を経て、八潮市の中川まで連結する用水路を建設。その他の新規農地開拓事業へも用水を供給する。灌外用水としては、毎秒30メートル、追滅量。 約260万メートルを供給する。上水道と工業用水道は、東京都及び、京浜工業地帯などの東京湾沿岸の、工業地域に毎秒45メートル、一日量390万メートルを供給。そして、水力発電については直下流の渋川市、敷島付近に、規模は不明ながら逆調整用のダムを建設、合わせて、下部調整地とすることで、 最大130万キロワットの揚水発電を行い火力発電と連携する。この発電規模は当時としては日本最大の出力を有する水力発電所計画であった。年間電力発生量も35億キロワットアワーと佐久間発電所の約2倍強となり、これもまた日本最大となる。 さらに水の有効利用を図るため、多田見川源流の尾瀬に計画されていた尾瀬原ダム計画をも活用、尾瀬より片品川を経て、毎秒6メートルの水を沼田ダムに導水、阿賀野川水系から利根川水系へ流域変更をすることも提言。加えて、利根川水系のダム管理を効率的に一元化するための利根川開発庁設置も提案している。 そして、地域振興として、沼田ダムの人造庫を有効利用することも、提言している。すなわちダム湖周辺を、緑地帯として整備し、レクリエーションを行えるように整備。ダム左岸に、国道17号を整備するとともに右岸に、舗装道路を設けて、猿ヶ京温泉や水上温泉へのアクセスを容易に、して、観光客を呼び込む。また水没を免れる高台に、 都市計画に基づいた新しい沼田市街を造成し、国鉄上越線新沼田駅を建設。新都市には工場や研究所を誘致して沼田市の活性化を図るとした。沼田ダム建設に必要な事業費は、ダム本体事業費が1959年当時の金額で522億5000 00円、発電事業費が707億円、水路整備費に400億円、 合計で、約1、629億5、0 0 0レレレ円となる。これを、現在の貨幣価値に直すと順調に事業が進捗したと仮定しても、約9、777億円と実に1兆円、近くの拒否となり、日本最大級のプロジェクトとなる。岩本ダム、沼田ダムいずれの計画にしても、あまりに地元への影響が多大であり、計画発表後、 直ちに地元の猛烈な反対を引き起こす。岩本ダム計画が大になったのは1953年8月14日付で、毎日新聞が沼田に大ダムを建設と報道してからであり、沼田地域の住民はこの記事を読んで、初めてダム計画があることを知った。岩本ダムの場合は、穴空きダムであることから、洪水地に貯水することで、田畑が水没する。 建設省はその度に保証金を支払うと、言明していたが、一旦泥水に浸かると、現状回復が困難であることを追っている農民は、これに激しく反発した。約710ヘクタールの人造庫が形成されることで、約800戸が移転を余儀なくされることから、周辺住民は一致して、ダム建設に強固に反対する姿勢をとり、同年12月には、 周辺町村の住民も加わって、沼田ダム建て絶対反対規制同盟連合会を結成。我ら農民の生存利害を無視した亡霊極まりない案として猛烈な反対運動を展開した。この中で沼田ダムの即時撤回と、利根川水系の各支流に分散したダム建設前述の B 案を行うよう強烈に主張した。こうした反対運動によって、 ダム計画は膠着か、この間に藤原ダムや相又ダムが完成してト根川の治水計画が進み、岩本ダムは事実上凍結した。これにより一度落ち着いたかに見えたダム計画が1959年に再度動き出したことにより再び反対運動が持ち上がったが、今度の運動は前回の日ではなかった。それは産業計画会議案による沼田ダム計画が あまりにも沼田市に対し規制を強いる案であったからである。この案でダムが完成した場合、淡水面積は約に700ヘクタールとなるわけであるが、地図で水没予定地を見た場合北は赤谷川合流点を越えて、利根郡月尾の町付近、群馬県道273号五管幅線の月夜の橋まで水没する。また、東では片品川が 沼田市下木屋町付近、薄根川が沼田市岡谷町まで完全に水没する。沼田市は高台の一部が半島上に残り、低地は全く水没する状態となる。上越新幹線や関越自動車道が沼田市付近を避けて高台を通過しているのは沼田ダム建設を念頭に置いたものと言えなくもな。特に関越自動車道については、 ダム完成時に付け替えられる国道17号の予定路線とほぼ同じ位置を通過しており、沼田インターチェンジは水没を免れる新沼田市外予定地に建設されている。水没予定地の中には沼田市役所、沼田警察署、沼田消防署、国立沼田病院、国鉄沼田駅といった沼田市間町外が含まれる。一点世帯も2200世帯と莫大なものとなり、 沼田市はダム建設によって多大な損失をこむる。このため、沼田市民や月代の町民は沼田ダム計画に猛然と反発、沼田市、利根郡を繁栄から霊落へ引きずり落とす、藤原ダム、相又ダム水没民の例を見れば、移転住民の将来は暗いとして沼田ダム建設反対規制同盟連合会を結成。計画発表の3ヶ月後、10月7日に、 沼田公園において沼田ダム建設反対総決起大会を挙行した。この大会に集まった住民は約3000人。命名鉢巻やむしろ旗を携え、市街地をデモ行進してダム反対を訴えた。これを受け沼田市議会は総決起大会後の10月11日沼田ダム建設に対して沼田市が壊滅すると反対決議を全会一致で、 採択。周辺のト根郡昭和村等も反対の意思を明確にし、建設省に対し激しく抵抗した。その一方で、赤木、春名大改殿計画の受益地となる北群馬郡や瀬田郡からは沼田ダム建設賛成の動きがあり、前年の1958年、昭和33年7月29日に、同じ沼田市内で沼田ダム建設促進同盟会が結成され、 早期のダム建設を訴えた。このため、沼田市民の間では、賛否両論が渦巻き住民同士の対立も一部では凝った。またダム建設を見越した、当企業者が土地の値段を吊り上げ地価が冒頭、さらに市内の公共事業が、ダム建設の動きが不透明なこともあって進捗が、滞るなどの支障が生じた。沼田市が、 官民一体となって繰り広げたダム反対運動は世間の注目を浴び国会でも問題になった。この頃は東川でも八ッぱダムが河原湯温泉水没を理由に東郡長野原町が反対決議を採択して地位反対運動を展開しており、利根川の河川開発のあり方をめぐって国会でも建設の是非についてたびたび取り上げられた。だが 政府、建設省は、基本的に、沼田ダムの必要性を訴求、当時第3次池田内閣の建設大臣であった、河野一郎や小山長期も、沼田ダム建設促進の姿勢を崩していなかった。1966年、昭和41年2月、第1次佐藤内閣の建設大臣、瀬戸山光雄が、沼田ダムは、首都圏のために必要な事業で、 建設を推進したいと発言したことから、沼田氏はさらに態度を硬下させた。この間には日本社会党や日本共産党も反対運動に加わり、反対運動はさらに盛り上がりを見せた。これまで状況を静観していた、神田羊猿六群馬県知事や群馬県当局、群馬県議会も、体制の県民が義となり、群馬県全体を混乱させる。 沼田ダム事業は容認できないとして事業に対し反対する姿勢を見せたことから群馬県全体が官民一体でダム事業に対し明確な反対意思を表明。ここにおいて事業は完全に硬着化する状況となった。佐藤内閣はそれでも沼田ダム建設推進の姿勢を崩さなかった。だが建設省はその後の利根川水系における治水計画。 利根川水系工事実施基本計画の中で、沼田ダムを盛り込まず、本庄ダム計画、カラス川や、アトソーダム計画、カブラ川、神戸ダム計画、渡瀬川を進めるようになった。また、水資源開発公団も、利根川水系水資源開発基本計画で、沼田ダムを盛り込めなかった。さらにダム計画の目的でもあった赤城春菜大海電計画が水源を、 や、八木沢ダムなどに求め、沼田ダム計画を利用しない形で1964年より、群馬用水が建設され1969年、昭和44年に完成、ダム計画地点の直上流にある、あやどダム湖に取水口を設置し、館外用水供給が開始、東京都への上水道、工業用水道供給についてもや、木沢、下久保ダムを水源に、トネ大関より、 火災用水路、見沼台用水、玉用水路が整備され、荒川水系に連結、沼田ダム計画の進捗を待たずに、東京都内への供給が開始された。このように、沼田ダム計画が次第に放置、境外化する中で天気が訪れた。佐藤内閣から引き継いだ、田中角栄内閣の誕生である。日本列島改造論を引っ下げ総合開発事業を、 強力に推進していた田中内閣であったが沼田ダム計画については事業の再検討を行った。1972年昭和47年10月11日第1次田中閣営内閣の建設大臣である木村武雄は沼田市を訪問しダム予定地視察や関係者との懇談を行った。そして地元に多大な犠牲を生じる 沼田ダム建設は不可能として談話を発表。ダム計画の白紙撤回を表明した。こうして1952年に第3次、吉田内閣が事業を承認して、より20年目にして沼田ダム計は中止されたのである。沼田ダム計画はこうして封印されることとなり、その代わりとして草木ダム、渡瀬川や奈良又ダム、奈良又川が新規に計画され完成。 渡らせ有水地と共に、や、木沢、藤原、相股、その玄、下久保の五ダムを合わせ、利根川上流ダム群が、また絹川筋では、川路ダム、絹川が完成して絹川上流ダム群が形成され、東京都など首都圏の水目となった。なお、唐津川の本城ダム計画や河村川の後総ダム計画も、沼田ダム同様中止となるが、八っぱダムは五十二年目に、して、 保障交渉が打結した。しかし2009年、平成21年に誕生した民主党の鳩山山幸夫内閣による公共事業見直し政策では、当時の国土交通大臣である前原誠司により事業見直し対象ダムとされ、建設推進の立場を取る地元群馬県や長野原町、下流樹液地の東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、 栃木県との間で対立を引き起こした。河川開発と水没地域の関わりについて、熊本県の八の素城紛争、筑後川と共に大きな問題提起となった未完のダム事業である。最近までその存在も忘れられつつあったが、八ッ葉ダム問題で再び関心が持たれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。